本州製紙、本州製紙株式会社、本州製紙は、かつて存在した、日本の大手製紙会社である、王子製紙、初代の後継会社の一つとして1949年に設立、同じく後継会社である新王子製紙と1996年に合併、三代目の王子製紙、現、王子ホールディングスとなった。紙パルプ業界では、売上高ベースで、 国内第2位、1991年度時点の大手企業であった。印刷用紙、段ボール検紙、白板紙などの用紙、板紙の製造、販売や、段ボール、紙製容器、式の加工、販売などを手掛けた。本州製紙は1949年8月、王子製紙、初代、イカ級王子製紙の後継会社の一つとして発足した。 前身の旧王子製紙は、明治初期の1873年に設立された、当時の大手製紙会社である。1933年に、富士製紙とカラフト工業という大手製紙会社を合併し、計33工場用紙国内市場の8割強を占める巨大製紙会となっていた。太平洋戦争後、旧王子製紙は、財閥解体の対象となり、 最終的に1949年8月下の経済力集中排除法が適用されて3社に解体された。後継会社3社は、戸間小前製紙、後の2代目王子製紙、新王子製紙3代目、王子製紙、王子ホールディングス、十条製紙、現日本製紙と、この本州製紙の3社である。本州聖子は、旧王子聖子の工場のうち、本州、特に関東から、 関西地方にかけて立地する、製紙工場6カ所、江戸川、富士、岩渕、中津、熊野、淀川と、化学薬品工場1カ所、名古屋化学を引き継いだ。生産工のシェアは3社の中では最も低い、苫小牧17.2%、十条16.8%、本州8.5%が、発足当初から国内第3位の製紙会社であった。 発足当初は主に上質紙をはじめとする印刷用紙やインディア紙、ライスペーパー、紙巻きタバコの巻紙グラシン紙などの薄用紙、電気絶縁紙などの特殊紙、それに白板紙を生産していた。1954年に旧王子製紙が戦時中、藤倉連戦、現藤倉に対応していた藤第二工場が本州製紙に変換され、製紙工場は 計7箇所となった1956年、木下又三郎、王子製紙副社長のまま代表取締役就任。会社再建を目的に、本社、各工場の設備合理化、生産能率の向上、人員の配置転換、人身の一新を講じた。さらに原木から紙までの一貫作業を行う、基幹工場の新設計画が打ち出された。 一有料土地の調査。二原料は、高級的競争力を有しさらに第二第三の増設、拡大に耐えられること。三立地先は、北海道、東北とする。以上三点の視点で、串路市への立地を決定した。敷地面積六十四万坪建物一万二千坪、相当資七十七億円と、東洋最大の巨大製紙工場がここに実現する。 以上、本州静止社芝水。1959年、北海道釧路市で、釧路工場が創業を開始した。当時工場従業員の釧路市での確保は、人口が少なく困難であることから、東京から貸切列車に当社、三島新大社、船舶は、三井の十勝丸で8回に分けて、大人250人、子供70人。 計320人の東京からの大移動を実行し、釧路工場を稼働させた。生産品は、会社の基幹製品とすべく参入した段ボール原子で、ある。合わせて、1959年から、系列の北見パルプ、後の北洋製紙でも生産を、開始、段ボール原子メーカーの手塩が合わせし、同じく後の北洋紙を1968年系列とし、 1970年代前半には、系列の鶴崎パルプでも生産を開始するなど、段ボール原子の生産体制を整えた。原子の他段ボールそのものの加工体制も合わせて整備され、1963年の日本連合式、製作所、後の本州パッケージを系列に加えたのを皮切りに、次々と段ボールメーカーを系列に加えていった。また1972年には、 江戸川工場に自社では初の段ボールを設置している。加工分野は段ボールの他にも、1964年富士加工事業所を設置して、白板紙の一時加工、アルミ白点号、ポリエチレン加工、印などを開始。1966年からは同事業所で二次加工の式製造も開始した。二度のオイルショックによって紙パルプ業界では需要が激減し、 業績が著しく悪化した。その影響を受けて、本州製紙は、1975年度と1978年度の2回に、渡って、形状損失を形状した、本州製紙の赤決算は、約50年間でこの2回だけである。特に段ボール原子部門は、受給ギャップが大きく、釧路工場の創業率は低下した。この対策として一部設備を印刷用紙や、 新聞用紙に転換することを決定、1977年と1979年の2度にわたって転換工事を実施した。また、同様に業績を悪化させていた、佐賀板紙、東新製紙、福岡製紙、三強製紙などの段ボール原子メーカーに経営参加した。段ボールメーカーの集約化も推進し、本州パッケージなど系列系10社が合併して、 本州ダンボール工業が1979年に発足した。特殊詩部門では、淀川工場が1974年製紙事業から撤退、その後は1971年に参入したプラスチックフィルム生産設備が稼働を続けていたが、1975年に新設の志賀工場に移転した。グループの競争力強化を目的に、 1983年三家の福岡製紙、東新製紙を合併した。合併により、製紙工場は福岡、松本の2工場が追加され、直営の段ボール工場も1工場から9工場に強化された。同時に三家の段ボールメーカー、本州段ボール工業は、原子メーカーの佐賀井鏡を合併した。さらに1986年、本州製紙は、 本州ダンボール工業を合併した。旧佐賀板上の佐賀工場が静止工場に加わり、直営のダンボール工場は33工場に増加した。1987年には鶴崎パルプから営業権を譲り受けて大分工場としている。静止工場は計11工場となったが、そのうち福岡工場は都市計画に関連して1989年に閉鎖され、 設備は大分工場に移設された。本州ンボール工業を合併した1986年度の売上高は王子製紙に次いで業界第2位の規模となった。しかし財務体質の改善が課題として残されていた。そこで1988年上渡代金を借入金返済に充当し財務体質を強化することを目的に子会社の本州コーポレーション 現、王子武道さんに、釧路工場を譲渡した、1996年の、新王子製紙との合併決定、買い戻している。1996年10月1日、旧王子製紙の後継会社の一つである、新王子製紙、旧苫小牧製紙と本州製紙が合併し、王子製紙株式会社、三代目、現が発足した、形式的には新王子製紙が、 存続会社で社名を付加し、本州政紙は解散している。新大寺政紙は、養紙、本州政紙は板紙を中心に事業を展開していたが、養紙、板紙の需要変動は必ずしも一致しないため経営リスクが分散できること、その他にも国際競争力の強化、取引先との価格交渉力の強化、といった点を合併の効果として挙げている。 合併前の1994年度の時点では、売上高ベースで、本州製紙は、業界第3位、新王子製紙は、第2位であった、主位は、従条製紙、山陽国策パルプの再編で発足した日本製紙が、新王子製紙、本州製紙の再編で発足した王子製紙は、日本製紙を抜いて、業界主位の製紙会社となった。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。